今日は2月16日です、はい、今日はコロコロコミック3月号を買ってきて、そのブログにじゃーん、ホワイトゼニスパックの解読パック、解説がついてたんですね。では早速ホワイトゼニスパックのことをお話しいただきましょうか。はい、はい、と最初の注目、こいつまず必勝の頂さん、ビクトリーカードがまぶしい。これがビクトリーレアですね。で、なんというカードですか。これは必勝の頂き、カイザーバキという。カイザーバキ、強そうですね。強そうだね。そして破滅の頂き、ユートピアエヴァ。しかもなぜかナイ君がラブボス。なぜボスかというのが分かるかというと、ロゴにもヒントが。なぜサブキャラのナイ君がこんなところに出てるか。大きな影を握るからです。破滅の頂きって言うんだ。だって1万パワー強いもん。こいつより強い。いくつ？1万7000。こいつは1万4000。だから最強のカードです。なんかいいね。はい、そしてあと注目のカードは何ですか。修羅の頂き、バンベートーベン。これ結構注目のカードなんでね。ね、あとさらに注目のカード、さらに注目の君の、あとヘドリアンの霊天男です。なんでしょうねこれ。なんと男シリーズは今回1枚しかありません。霊天男、あと番外編、こいつアウトレイジと、あとオラクルっていう種族が、おスミス、ちょっとかっこいいですね。おいよいよ、いつだっけ発売日は。と発売日はね、2月23日でございます。そうですね、2月23日土曜日ですね。ピッ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 、いよいよ楽しみですね。はい、だけどこれは、そしてコロコロには他にも情報があったんですか。ミラクルグレイツ、これまたもう3月16日に、3月だね、されます。毎月ちゃんと出てくれますね。最強です。君の動画のネタがちゃんと毎月出てくれていいですな。はい、ところでこのメガネはいつもはこれをかけてるんですか君は。いえ、あ、いつもちゃんとかけてないの、うん、でも本当はかけた方がいいんだよね、うんうん、でも見えればまあいいけど、うん、ね、軽い感じで。これもう取れてます。メガネのフレームは緑なんですな。大好きですからね。はいはい、はい、それじゃあ今日は、ホワイトゼニスパック、いよいよ来週は発売されますね、はい、の解説と次のグレートミラクルについてちょっと触れてみましたね。では動画を締めていただきましょう。やばいこれ、俺あぶねー。さよなら。デンジャラス。デンジャラス。